10年後、さらには20年後の渋谷区は今の子どもたちにとって心躍る場所なのでしょうか。将来この街で活躍するであろう子どもたちが街づくりに関わるプロに尋ねます。この先描かれてゆく渋谷区の未来をあなたも知りたくないですか。渋谷区のこの10年はまさに変化と新たな始まりの時代でした。そしてそれは挑戦の連続であったとも言えるでしょう。数々の挑戦の軌跡をぜひ皆さんもハチと一緒に振り返ってみてください。衣食住のカルチャーが凝縮された渋谷区は新旧の音楽が魅力的に交差、ストリートからは常に新たなトレンドが生まれ、粋な大人も納得の食文化やライフスタイルにあふれ、街には地域の輪が広がり、スポーツからはその楽しさや多様性が学べて、温故知新の精神もしっかり根付いています。今の渋谷区からは想像もつかない景色たち、90年という時間の重みだけでなく、そこに生きた人一人一人の喜怒哀楽さえも感じさせます。渋谷区に住むそれぞれの人にそれぞれの物語があり、その積み重ねが暮らしに奥行きを与えていることでしょう。今そこにあるのに見たことのない風景、実はあまり知られていない素敵なスポットが渋谷区にはまだまだあるのです。ここ渋谷にスタートアップ企業が集まってくることにはれっきとした理由があります。常に世界中から注目され続けている渋谷区、世界にも類を見ないこの街のことをぜひもっともっと知ってください。これが渋谷区の力。